さて次は付属品の紹介しましょう。ついてたのはですね、こちらです。電源ケーブルと、こちらですね。なんか箱にデザインドバイアップルインカリフォルニアって書いてありますね。こちらも、とりあえず開けていきましょう。よいしょ。よいしょっと。ほんとシンプル。すげえシンプルですね。こちらには、Bluetooth キーボードがありました。そして、こちらには、いつものペリペリとかですね。で、こちらには、おー、これは、アップルのマジックマウスですね。マジックマウス、意外と軽いですね。電池入ってないからかな。マジックマウスね、これなんか、指でスクロールとか、そういうタッチ操作みたいな感じで使うことができるらしいんでね。これは本当に見物ですね。説明書を見ていきたいと思います。まずこちらには、ハローと書かれた説明書があります。説明書の数半端ないっすね、普通に考えて。そしてこちらに iMac、そしてなんか PC リサイクル。あと、いつもおなじみの Apple シールがありました。今回 Apple シール大きいですね。説明書は以上です。あ、以上じゃなかった。クリーニングクロスみたいなものがありますね。とりあえず説明書は以上です。とりあえず、こちら早速セッティングをしていきたいと思います。では早速ですね、こちらにセッティングをしていきたいと思います。よいしょ。うわ。マック重っ。よいしょ。よし、設置完了。こちらのね、各種をいろいろ紹介していきたいと思います。左から言います。こちらがイヤホンジャックですね。で、こちらが SD カードスロット。で、USB3.0 が4つあります。で、こちらはサンダーボルトが2つ。で、こちらはなんて言うんだろう。よくわかんないですけど。まあ、なんかあります。で、こちらにはね、排気口みたいなのがありますね。というわけで、早速こちら電源つけていきたいと思います。こちらになんかボタンがありましたね。こちらを押したいと思います。というわけで、早速初起動いきます。えいっ。着きましたぞ。もうリンゴが出てきた。リンゴ出てきましたよ。リンゴ出てきました。あー、リンゴ出てきたぞ。